フェローシップ・ディ・コンリー福音教団は、プロテスタントのルーテル教会系の15教会による団体。使徒信条、ニケヤ信条、アタナシウス信条、アウクスブルク信仰告白、ルターの小距離問答、アウクスブルク信仰告白弁証論、シュマルカルド上皇、和教信条などを受け入れている。 19世紀のドイツで霊的覚醒運動の中で、ドイツ奉仕女姉妹会の活動の一環として、1909年、マールブルクミッションが設立された。この団体は、海外伝道、中国伝道に携わっていた。しかし、1949年の中国の共産革命により、中華人民共和国が成立すると、宣教師が国外追放されたので、 日本電動が開始された。ドイツのマーブルクミッションから最初の日本派遣宣教師系ブルンナーが1951年に派遣される。その後、アメリカのリバティコーナーミッションも加わり、ドイツとアメリカの宣教師によって電動が進められた。兵庫県西宮市に最初の協会を設立して、神戸、香川県、大阪、東京に電動を進めていった。 1977年にアメリカのミネソタ州ミネアポリスに日本人選挙のために選挙士を派遣した。1979年開拓した6教会で教団を設立した。教団名はドイツの選挙士を派遣しているミッションの母体の DGD に由来している。1985年神戸に母の家ベ・テルが宗教法人を取得。 1998年日本人教職のための組織キリスト宣教会が法人を取得した。ありがとうございます。